エリザベス・トワイニングは、イギリスの植物画家である、紅茶賞、トワイニングの一族のリチャード・トワイニングの娘に、生まれた。ロンドンで育ち、上流階級の教養としての教育として、美術と絵画を学んだ。植物画を掲載した、カーティス・ボタニカル・マガジンや地図一区庭園の、王立園芸協会の影響を受けて、植物画を描くようになった。 ダルウィッチ美術館の作品を模写し、父親の援助で各地の博物館をめぐって絵画の練習をした。多くの画集を出版し、最も有名な植物絵画集は、旧植物園やレクスデンパークでの観察に基づいて描かれ、160点の手彩色のリソグラフからなるロイヤルホリオ版の大型豪華本である。1868年に安価版として、 クワドロハンタ色スリが出版された。トゥイケンハムの屋敷に住み1889年に没した。没後、屋敷は遺言で地区の牧師館となった。トワイニングの作品は大英博物館に保存されている。事前家としても知られ、ロンドンのポルトガルストリートに禁酒施設を作り、運営し、トゥイケンハム近くの旧品院を改装した。 キングズ・ホスピタルを長期にわたり支援し、貧しい人々のためにセント・ジョン・ホスピタルを創立した。女性のためのベッドフォード・カレッジの創設したエリザベス・リードの支援も行った。妹のルイーザ・トワイニングは社会活動家として知られる。ツイニングは植物の学名で命名者を示す場合にエリザベス・トワイニングを示すのに使われる。フィリップス・エバンズ、ジェーザ・ロンクロフッツ。 500 years of a British family.Hat BBC. ありがとうございます。